な感じの理由が分かったよ。この事件に殺気が感じられなかったからなんだ。あの司祭、殺しを浄化とか抜かしてた。あいつは心の底から思ってたのね。あれが全部世界のためになるって。だから汚れを生まず兵馬にならなかった。これが最も恐ろしいことです。どうしてあんなに心が歪んでしまったんだろう。あの男、夢の中で天族に導かれたと言っていた。それが原因かもしれないな。そんな形のないものに、実体のないもの、幻、幻覚。不思議ちゃんが何かしたのかもね。サイモンが何かしたんだとしても絶対に罪の意識だけはごまかせない。人殺しは罪、どんな理由つけても。その罪の意識を感じないで殺めていたあいつは怪物だったんだよ。弱えやつ、おっかねえやつ、強えやつ、いろんなのがいるってことだな。はい。そしてセルゲイさんのような方も。ああ、わかってる。もしかして天族かな。気になるね。霊能力者が目撃したのか。こんにちは、アリーシャいますか。どちら様でしょう。その比例は当家を分けた侮ってのことですか。ごめんなさい、スレイって言います。スレイ様、失礼しました。いつも姫様から伺っています。あいにく姫様は出かけられていて、いつ戻られるか。仕事。ええ、ローランスに情報を流しているものを追っておられるようです。確かにスパイが動いてるわよね。進行のタイミングを考えると。ええ、アリーシャさんにも容疑がかけられたほどですし。けどそんなことまでするんだ、ハイランドのお姫様って。いえ、本来は憲兵隊の仕事なのですが、個人で動かれているのです。両国の衝突を引き起こす要素は排除せねばと。すごいけど真面目すぎじゃない。グレイブガンとの戦い以来、さらに無理をなさるようになって。アリーシャらしいけど。心配ですわ、あの方は一人で無茶をされますから。少し前も始まりの村カムランを調べると言って、アロダイトの森に入られたり。始まりの村カムラン。そこから最悪の時代が始まったっていう村だよね。場所もよくわかんない伝説だけど。
はい、アロダイトの森の奥に手がかりがあるという噂を聞いて向かわれたのです。それでアリーシャはイズチに来たのか。けど見当違いだったね。ジージたちから始まりの村の話なんて聞いたこともないし。ああだよ。じゃあ俺はこれでアリーシャにまた来るって伝えておいてください。なんか大変みたいだね、姫なのに。アリーシャはいつも大変そうだよ。そこが心配なんだよな。ほれ、恵んでやろう。Thank you.
あの領域は感じないけど。
いたわ。ヒゲ猫じゃなくてトラ猫。スマタ、なんて方向だ。あれはトラブス。きっとコブリューの使い手ですわ。きっとってことは出まかせな。せめて願望って言ってやらな。無用な術はブラッブギュの負けられない。届けれ。ガリズレだ。モグラさんに届け。有限残卡。
全力だぜ、ミクリオ。飛ばしすぎるとバテるよ、スレイ。耳ごとも程よさですね。トラ猫がデブ猫に。まあ、失礼なお嬢さんね。せめてぽっちゃりさんと言って。ごめん。面白いのが出てきたな。もしやムルジム様？ええ、そうよ。有名人？一匹狼、いえ、一匹猫の恋天族で強い加護の力を持つと聞いています。へえ、私としたことがみっともない姿を見せちゃったわね。この町は人間の欲望で溢れているわ。気に病むことないと思うけど。いいえ、償わせて。どうし、この町に加護をもたらす天族を探しているのでしょ？でも、この町は。ペンドラゴは大都会だ。汚れを消し去ることは不可能だし、教会も権力と結びついている。でもそれは真剣に救いを求める声が多いってことでもあるわ。でもよ、それって困った時の天族頼みってやつじゃねえの？純粋な願いには違いないでしょ。加護を維持していくことはできるわ。それでもまた氷魔になってしまうかもしれない。私、考えがあるの。教会の権威を利用してみようと思うのよ。人間の捧げる祈りを自分で選別しようというのか？したたかね。私は考えさせられたのよ、加護がどうあるべきかを。なんかあったの？祈りを単純に受け入れて加護を与えるだけでは誰のためにもならないってことよ。加護のあり方が難しいね。男女の愛と一緒で。人との共生のためには天族もいろいろ注意するのはどう？そっか、その天族も気づいてくれてるといいね。あら、勘のいい子ね。え、本人のことじゃないのか？別の人のことでしょ。ほんと、気づいてくれていればいいんだけど。お考えはわかりました。適切な器をお探ししますわ。教会神殿の碑文はまだ無事？あれなら信者といい距離が取れると思うんだけど。無事だよ。お願いします、ムルジムさん。どうしさん、いろいろ言ったけど人を信じてないわけじゃないのよ。人も天族もそれぞれわきまえなきゃならそう、お互い。なかなかのね、人物だね。だよね。見た目はでぽっちゃりだけど。汚れ、祈り、祀られること、私たち天族ももっと人との関わり方を考えるべき。もちろん俺たち人間もそういう努力の先にあるんだと思う。人と天族が共存する道が。けどそんなムルジムですら氷魔になった。言い方も過酷。現実を見ずに理想を語るな。ああ、このペンドラゴにムルジムが対処できないほどの汚れが溢れた。なんか訳があったのかもだね。汚れがすっごく溢れ。そうですわね。任せきりにせず、僕らも時々様子を見よう。だな。